はい、皆さんこんばんは、はちはたらこです。今日はあのね、はーっていうゲームをやります。はい、いつも通りだね。はい、で、ね、今日はね、ちょっと考えたの、うん、あのね、ポケットがついてるからやりやすい。そう、やりやすい。いつもね、ポケットないから、なんか、これ、ここに置いて、とか、これこうで、とかってなっちゃうじゃん。うん。で、今回ポッケがあるんで、はい。やりいいです。はい。っていうわけで、切っていきまーす。はい。はい。まあ、こんなもんでいいかな。はい。じゃあ、これでいきましょう。なんか、笑い声。うん。笑い声。ああ、なるほど。はい。わかりました。じゃあ、笑い声です。はい。で、うん、じゃあ、こっちの、番号じゃなくて、アルファベットカード。はい。を切ります。はい。はい。はい。うん。笑い声って。はい。じゃあ、これでいきます。はい。じゃあ、これは左の方へとこうか。はい。混ざっちゃうかな？そうね。こっち入れとこう。はい。ではでは。うわ、むず！なるほど。わかりました。はい。じゃあ、うん、やりますね。はい。いきます。のかな。うーん、でもまあまあまあ、もうちょっともう一回やるね。もう一回やってちょっと調整します。多分こんな感じだと思う。うん。うわー、これむずいね、むずいね、これ。うん、考えて、考えて。うん、考えた。正解よ。はい、正解はD のおばあちゃんの笑い声です。はい。いや、むずいね。なんかさ、この E の気持ち悪い笑い声っぽいもんね。うん。いや、ばあちゃんって難しくない？男だし。ばあちゃんね。うん。まあ、ちょっと答えは D でした。はい。おー、なるほど。うなずきだって。うなずき。表情のみ。うん。今、滑舌悪かったね。表情のみ。はい。です。はい。うなずき。だから、声出しちゃいけないってことだね。うん。はい。ちょっと、これこっち入れといて。はい。切りまーす。これ見えてたりする？見えてたりして。うん。はい。じゃあ、これです。あれ？ちょっとごめん。さっきと同じだな。ちょっと待ってね。あ、でも別に同じでもいいのか。まあまあ、一回。はい、はい、はい、はい。じゃあ、これです。はい。じゃあ、こっちしまっとこうか。で、こうだね。はい。はい、いきます。むずっ。うなずきだからね。じゃあ、いきますね。はい。はい。違うかな。ちょっともう一回やります。はい。はい。やりすぎたかな。他のと被るかな？いや、でも、いや、でもこの、まあ、多分合ってると思うんだけどな。はい。考えてください。答えを考えてください。はい。うなずきです。はい。じゃあ、まあ、そんなシンキングタイムいらないか。はい。じゃあ答え言いますね。答えは、B の、わかるぞのうなずき。うん、わかるよ、わかるよっ
ていう、わかるぞーの、うなずきでした。はい。これ、なんか怒られた時、あ、ちょっと、怒られた時のうなずきにも近いよね。うん。美味しい時、上から目線のうな、あ、上から目線、いや、上から目線でもないかな。うん。まあまあまあ、B が正解でした。はい。はい、というわけで以上が、はーっていうゲームでした。またやりたいと思います。はーい。じゃあ、またねー。バイバーイ。